皆様、こんにちは。エヴァン・ワイスと申します。私はリーチュールのセールズエンジニアです。今日はリーチュールのローコード開発プラットフォームを紹介したいと思います。最近、多くの企業が直面している課題があります。まず最初、企業にとって用途にあった特注のソフトウェアは運用を効率化するために不可欠であります。コロナの影響により紙ベースのみでは、 作業を完結できないといととうことが露見しましまた社員がより効率的に働くためにデジタルなダッシュボード、ポータル、ワークフローが必要であります。しかし、社内 SE は忙しく、SIA はコストがかかります。もし社内 SIA がいたとしても、顧客向けの製品の構築が優先されることが多いです。 SIR は必要なすべての社内ソフトウェアを特注するには高すぎるでしょう。その結果、手作業が続けられ、カスタマーエクスペリエンスの低下を招いています。どれだけ注意を払ったとしても、手作業では間違えることなく、作業を行うことは難しいです。カスタマイズされた運用ソフトは、仕事の精度とカスタマーエクスペリエンスの向上につながります。 そして、リーチュールとは何でしょうかローコードアプリケーション開発プラットフォームの提供です。リーチュールを使うことにより、従来に比べ90%少ないコードで増されたアプリを制作することが可能です。コンポーネントとビジネスデータを画面上の操作で組み合わせることができます。エンジニアとアナリストが需要にあった社内アプリを迅速に構築することを可能にします。 リーチュールのアプリを使うとフルスタックのカスタムアプリケーションよりも10倍早く構築ができます。技術的な経験が少ない社員でもリーチュールを使うことにより SE や SI やなしで構築や運用をすることができます。オンプレムスに配置することが可能であり GXP によってサポートされています。リーチュールは 記者のインフラで動かすことができるためデータのセキュリティやコントロールを確保することができますリチュールはグロース X パートナーズという東京に本社を持つエージェントによりサポートされていますどのようにリチュールが役に立つのでしょうか運用の効率化します ニーズに合わせて構築された適切なツールを使用することにより、社員はより効率的な働くことができます。迅速かつ低コストな構築と運用を可能にします。リツールの使うことで、顧客向けのアプリとのリソースとの割合を心配する必要がなくなります。 社員はエンジニアや SIA なしでもアプリケーションを運用、また改善することができるようになります。セキュリティリスクの軽減します。リーチュールのアプリは記者のインフラで運用することが可能なため、機密データを常に管理下を置くことができます。リーチュールは SAC2 Type 2の認証を受けています。リーチュールの仕組みについて説明したいと思います。 まず最初、好みのデータソースで読み書きを行います。そして、すべてを JavaScript と SQL でカスタマイズして、構築済みのコンポーネントでデザインします。そうすると、数日でアプリが完成することができます。リチュールの特徴は何でしょうか既存のデータベースと API の統合します。 通常、ローコードプラットフォームを使用すると、独自のデータベースを使用しなければならないため、他のシステムとのデータ連携が困難になります。リーチュールのアプリでは、記者のインフラで既存のデータを使用し、構築することが可能です。JavaScript によるカスタマイズとカスタムコンポーネントの埋め込みができます。 他のローコードプラットフォームを使う際には、独自のスクリプト言語を学ばなければならないため、カスタマイズの幅が限られてしまいます。リーチュールは JavaScript で動くため、カスタム HTML の埋め込みや JavaScript React コンポーネントの使用が可能です。エンジニアも愛用します。 多くのローコードプラットフォームでは技術的に経験の少ない人のみに集中し作られているため完全にカスタムコードが排除されていますリーチュールは繰り返しのコーディング作業を排除しエンジニアがより効率的にカスタムコードを書くことをサポートしますリ e t o o l の取引先企業一例を差し上げます日本では楽天 KDDI、伊勢丹、三越などで利用されています。もし興味があれば、詳細はこちらでございます。ご清聴にありがとうございました。